まあ乙武さん陣営が選挙違反をしてるんじゃないかとツイッターで指摘したところですね、まあ今 X か、小島都議と、もう一人荻野区議からですね弁明をいただきました。その通りなんですよ。僕がツイッターで指摘したことは違法じゃないんですよ。それ実はテストだったんですよ。これどうしますか、されますかね。国民民主党って書いてるジャンパー着てますよね。その後ろこれ旗5体2体不満足っていうのを書いてますよね。これこの白いのぼりとかこの黄色い選挙運動をしている選挙妨害されたと言ってるスタッフ、あなたたちも公職選挙違反じゃないですか。ダメですからね。政党の名前とか政治的な主張を文字にしてのぼりにしたりジャンパーにした記者、確かに小島さん、小島都議や荻野区議の言う通りですね、表記が5枚出ますから、その5枚をつけてるのぼり旗とか看板はいいんですが、これ少なくともスタッフが着てるジャンパーダメじゃないですか。以前この件でお宅様のですねお友達というか親戚みたいな蓮舫さんやられてましたよね、選挙違反だって。さあこの件について、僕はね、ちなみに乙武さんは大好きですからね、仲良くさせていただいてます。ただ乙武さんにこれね、都民ファーストがついたことやちょっとさ、そこは失敗だったと思いますよ。要はその今僕の質問に対してちゃんと答えてくれた荻野さんが、大田区の区議会議員ですね。で小島さんが東京都の都議会議員ですね。さてこのね、自分たちは選挙妨害されて選挙の自由妨害罪だと言っているいて、実際これは、送検されてます。でもあなたたちがやってることも公職選挙違反だと私は思いますが、さあこの件について、小島都議と荻野区議、ぜひ、Twitter でも YouTube でもいいので回答してください。以上です。もうあの都民ファーストの会は本当にもういい加減にしてくださいですね。何を僕は今日怒ってるかっていうか、小池百合子さんがカイロ大学が出た、カイロ大学卒業したかしてないかって言ったら、少なくても彼女は首席で卒業したって言ってたんですよ。でその首席は違いましたって言ってるんですね。これ自分の本で首席で卒業したって書いてるんですよ。で僕はもうどう考えても状況証拠から、小池百合子さんはカイロ大学は卒業してないと思ってます。多分多くのこの件について関心のある人はそうだと思ってると思います。その小池百合子さんが代表しているこの都民ファーストの会のですね、小島康平さんという35歳の方、まあツイッターというか今 X には、正しく分かりやすく明るくかな、なんか特別にプロフィールに書いてますけど、この小島康平さんに対して選挙運動の、まあ、いわゆる公職選挙違反について2つ質問したんですよ。で1つは乙武洋匡さん、僕仲良しです、大好きです、友達です。ただ彼が今回都民ファーストの会の公認じゃなくて推薦とか国民民主党の推薦になってるので、もう本当乙武さんは残念なところとついちゃいましたっていうのは、明確にごめんなさいが言えてないんですよ。これ何をしたかっていうと、乙武洋匡さんの顔や名前を書いたのぼり旗を立てて選挙運動してるんですね。でこれについては明確に合法です、適法ですと書いてきたんです。で僕もそれは知ってるんですよ。そんなの選挙のプロを自称してるから。ただあれはあくまでも自分の個人演説会場とかでやれるものであってね、駅前で使うのは僕は拡大解釈だと思うし、まあそれは合法か違法かといえば合法なんでしょう。少なくとも過去にそれが違法だとなった件はないんですよ。だからそれはいい。ただややこしいでしょ、候補者の名前と写真を駅前に上り旗立てたら。だったらやめた方がいいんじゃないかなと思ったんだけども、これは合法だからこれからも使い続けますっていうことを、まあ昼ぐらいに回答があったんですよ。じゃああなたたちが妨害されたというその映像を見たら、ジャンパーの背中に国民民主党って書いてるんですよね。これは明らかに公職選挙法の143条違反なんですよ。でこれに対して小島康平候補が、まあ、議員が返してきたその X のポストでは、スタッフジャンパーは選挙のやる前から作ったものですから、
これに関しては143条違反ではないと考えています。ただし誤解を招くので以後国民民主党という名前が入ったスタッフナンバーは着用しませんって来たんですね。もうお前ら何言ってんのって。名前と顔が入ってる方がよっぽど誤解するだろう。候補者の名前と書いてる上り旗を立てて、それが適法だと言うんだったら、国民民主党のジャンパーが適法だと言うんだったら最後までやれよ。汚いなお前ら。やってることが本当に政治不信につながるのよ。だから俺黒川のやってることを全面的に賛成しようとしないけど、お前らのやってることがまさに政治不信よ。小池百合子さんが出てきて、私はカイロ大学卒業しました、カイロ語エジプト語か、ベラベラ喋ろよ。それをね、今内部告発の人が出てきたわけでしょ、元側近の人が。じゃあその人と対談でもしろよ。あんたちょっと勘違いしてるんちゃうとか、いやいや小池さんの方がって、それを見たいのよ。それがね、もう隠れて隠れて、でその小池百合子さんの部下たちがまたこれ姑息なことしとるわけですよ。大島康平さん、僕君のこと、まあ年がもう21個も下だからかわいそうだけど、そういうことをしててかっこ悪くないの、恥ずかしくないの。もうね、蓮舫さんの時にあなたたち、まあ蓮舫さんのことは知らないかもしれないけど、選挙前に作ったジャンパーをどこの陣営だって作ってるよ、当たり前のことじゃん。でも選挙になったら、告示日になったら、あるいは公示日になったら、それは政治活動機関から思いっきりここで告示日で公示日で選挙運動機関に変わって、そういう政党の名前なんか書いてる上り旗やジャンパーなんかは使えないっていうのは全ての人が知ってるでしょ、選挙やってる人が。でも君たちは誰も摘発してないし、誰もクレームが出ないから、だからわざとやってきたんでしょ。でも僕みたいな人間がポーンと言ってきたらやばい。でもこれは違法じゃないって、違法じゃないと思ってるけど、でも誤解を与えるからジャンパーは明日から来ません。じゃあ上り旗もやめろよ。乙武さんの顔や乙武さんの名前も思いっきり誤解を招いてるじゃん。もうね、そういうことをする政治家がいるから黒川みたいな翼の塔みたいな出てくるんじゃないの、政治不信になってるんじゃないの。謝るところは素直に謝って、まず東京都選管に聞けよ。お前らの認識が正しいかどうか東京都選管に聞くなり、警察に聞いた結論を出せよ。僕たちはこう思ってました、でも誤解を与えるから明日から使えません、だったら上り旗もやめろよ。そういうね、法律上いけないことをしておきながらね、駅前で先に取った人、先に順番取った人が後から来た人を排除するなんていうのはね、それは君たち既得権側の勝手なルールだよ。駅前で先に喋ってる人がいて、後から来た人が横で喋り出した、両方とも権利守られてるじゃん。ルールを知らないから俺たちが教えてやる。何偉そうなこと言ってるの、その、それは小島議員じゃなくて、小木の区議かな。でもね、もう本当に今日の回答を見てね、やっぱ都民ファーストの会本当やばいわ。心の底から腹立つね、こいつら。こいつらと相手言いたいぐらい、乙武さんはなぜこんなとこ行っちゃったのかなって。もう乙武さん、もう今回の選挙はもう落選確定だから、まあそれはもう仕方ないです。もうどうやっても勝てないです。こんな奴らに囲まれてたら。だから、早く、まあ今回の県都民ファーストの副代表を辞めて、もう、まあうちのとこ来てほしいですよ、乙武さん。昨日堀江さんとも話をしましたけどね、堀江さんのところにも応援依頼してないそうじゃないですか。堀江さんは別に乙武さんから依頼が来たらやりますとおっしゃってましたよ。まあうちの党に来なくても無所属で行こうよ、本当の無所属で。乙武さんが国会議員になってほしいと僕も思ってるし、昨日も実は井川もったかさんも来てくれて言ってましたよ。だからこそみんな乙武さんのことをむしろ心配していてね、この都民ファーストの会というね、本当に煮えくり返らないやつら、代表の小池百合子さんがちゃんと説明しろよ、海洋大学出てるのか出てないのか。それをやらないから部下たちも曖昧にねするんですよ。でそういうやつらがいるから黒川みたいなやつが生まれてくるんですよ。もっと堂々と、間違いはありますから、間違った時にはちゃんとごめんなさい、これからしませんって言おうよ。なぜ自分たちの判断で勝手にこれは合法だ、でもややこしいから明日からやりません、だったら上り旗やめるの当然だろうが、
僕はここについてはとにかく小池百合子さんの逃げてる姿勢も政治家らしからぬ姿勢でね、ものすごい不満を抱えてます。フラストレーション持ってますよ。だからそういう人たちが黒川を生み出してるってことだけはぜひ自覚してください。ただ僕は別にこれどっかの党を有利にするとかそんな気持ちは全くないですよ。一生懸命玉木雄一郎さんがちゃんと質問に答えてましたよね。ああいう形でちゃんと答えればいいんですよ。一回答えたら二度と来ないですって。さすがにカッコ悪いから。ちょっとお怒りモードですけども、これ本当都民ファーストの会はね、処分するべきだと思いますよ、こんなことしてるの。ということで終わります。 NHK をぶっ壊